この島に麦わらがいたとは。アイザックが引き入れたのか。とすると奴の目的は。サイファーポールイージスゼロ、ロブルビッチ。ご足労。痛み入る。貴様、アイザック。おい。ふざけるな！やっと来たか。まったく。この野郎は。おい。違うな。お前、うん、この野郎は。ほう。許さねえ。ルフィ、どけ。ジャン。おい。ルフィ。くそ。
Hey! Stop!
なんだ？そうだな。気は熟した。あとは引き金を引き計画を開始する。杯元帥、報告します。なんじゃい、騒がしいの。各地の海軍基地が何者かによって一斉に攻撃を受け、そのうちのいくつかは消滅しました。なんじゃと。しかも襲撃に使われたのはおそらくダイナガンではないかと。海軍が管理しとるあれをまた奪われたっちゅうことか。管理者は誰じゃ。ええ、そのような報告は受けていません。海軍の管理外のダイナガンじゃぞ。まさかあの島か。オルサリーノを呼び出せ。先ほどから何度も呼びかけているのですが応答がなく、島には革命軍やジェルマ W6 など多数の勢力が集まっているとの情報もあり、おそらくその対処を行っているのかと。ほう、随分と集まったもんじゃの。偶然とは思えんが。また麦わらのルフィも島にいるものと思われます。麦わら、まだ生きちょったか。もうええ、わしが島へ行く。はあ。兄さんが武器の密売に関わってる。それだけじゃない、この島のダイナガンにも。兄さん、一体何をしているの？他にもまだ隠していることがあるの？大変だ、ジャンヌ！海軍派の連中が俺たちに向かって発砲しやがった！このままだと戦争が始まるぞ！戦争？どうした？くそ。くそ。おっさん。頼む。
ルプ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 ルガチャルフィくそい参ったわねよってみるかい？もしもーし。もう遊びは終わりかい？まだまだ。もう少しだったのに。またみんなで一緒に島のこれからのこと考えていけるって思ってたのに。母さん、やっぱり私じゃ母さんみたいにはなれないよ。ルフィ、ごめんなさい。島のみんなが仲良くできるようにあんなに一生懸命手伝ってくれたのに。別にいいだろ、あいつらのやりたいようにやらせとけよ。何言ってるの？戦争が始まるんだよ。みんな怪我だけじゃ済まないかもしれないのに。あいつらが好きでやり合うんだ。それで死んでも俺たちには関係ねえ。死ぬなんて簡単に言わないで。島のみんなは私の家族なの。母さんも
兄さんもいなくなって、一人ぼっちの私のそばにいてくれた大切な、誰にも傷ついてほしくない、誰にも死んでほしくない、家族がいなくなるのはもう嫌なの。じゃあなんでお前はここにいるんだ。戦争が始まるってもうダメだって諦めてんのはお前じゃねえか。お前があいつらの命を簡単に諦めるなよ。諦めてない、家族の命を私は諦めない。だったら俺を呼べよ。今までと一緒だ。お前が呼べば俺はどこだって飛んでいく。お前が諦めねえなら俺も絶対に諦めねえ。だから一人で泣くな。ルフィありがとう。行くぞジャンヌ、この戦争を止める。わかった。